千葉市美術館外観千葉市美術館は千葉県千葉市中央区にある美術館。1995年11月1日開館。2020年7月11日リニューアルオープン。1982年昭和57年千葉市は豊かな心と創造性を育む市民文化都市づくりを目指し美術館の設立計画が持ち上がる。1989年3月に 有識者による千葉市美術館構想懇談会が作られ、翌年から千葉市美術品等取得基金により本格的に作品収集を開始5年の準備期間を経て1995年平成7年に開館した。1927年に建てられたネオルネサンス様式の旧川崎銀行千葉支店の建物は千葉空襲で焼け残った歴史的建造物で、 その跡地に総合支所と美術館を併設する構想が浮上したため保存を求める市民らが約1500人の署名を提出して保存運動を展開しこれを受けて千葉市が部分保存の検討を含める形で基本設計を委託することになったそこで設計者の大谷幸雄は新ビルで旧川崎銀行千葉支店を覆うようにする鞘土方式を用いて保存 修復と区役所と美術館の新設を両立する計画とし、1から2階に鞘堂ホールとして歴史的建造物を活用して総工費約160億円を投じて建設された。比較的新しい美術館だが、初代館長に辻信夫が就任し、大英博物館との共催で欧米から版画や肉筆画等363点の出品作品を集めた。 北川歌丸展を開館記念展として開催した。二代目館長に小林正氏三代目館長に河井正友と日本美術史の専門家を迎え、江戸絵画や現代美術を中心に集中的なテーマを持った特色ある展覧会を積極的に開催している。2000年度末において美術品は66億円、帰宅品1億円に上る。開館以来、 中央区役所との複合施設であったが、区役所は2019年5月7日に、クワイボール11階に移転。美術館へと、用途変更する拡張工事を行い、月替わりの常設展示室のほか、ワークショップや児童書など、契約4500冊を揃える、図書室、子供アトリエを新設し2020年7月11日に、リニューアルオープンした。 新型コロナウイルス感染拡大へ対する新たな取り組みとして2021年1月22日よりデジタルミュージアム事業を開始した平成元年に定められた作品収集のテーマはの3つの柱分けられるテーマ1に関連するものとしては無縁自身、清の作品がテーマ2に関しては効率でしかも後発の美術館としては珍しく浮世絵のコレクションが 充実している。これは、浮世絵の祖、菱川諸信が、暴走出身なことや、浮世絵研究家であった、今中博士が収集した、経済衛星のコレクション300点が、美術館設立の契機にもなったことによる。現在では、版画薬1000点、肉筆浮世絵100点弱を所蔵し、常設展では、毎月内容を変え展示し、企画展でも少なくとも、年に一度は、 浮世絵の展覧会が開かれる。他にも、アメリカの文化人類学者、ロバート・ラビッツが収集した、エイリハンポン千0 0 0点余り、経営学者、ピーター・ドラッカーが収集した室町水墨画と、金星の前画や南画百九十七点も、同館の大きなコレクションといえる。テーマ三に関連するものとして、佐藤画廊のオーナー、佐藤智太郎から約百作家による四百点以上の、まとまった、 作品寄贈を受けており、順次展示、紹介がされている。広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集図録書籍。ありがとうございます。